もう始まってるんだよ。ああ、チャオズ倒れてたの、助けるの大変だ。ああ、ね、天津飯器の人どうしたらいいですか。天さんは生きてるよって。いやー、やっぱ俺意識高いわ、苦しい。10時集合で今10時12分ですね。ちょっとそれくださいよ。かっこいい。知ってます。バイさんね、欲しいって言ってくれるんですよ。え、そうなんですか。そこでね、ダメなんです。もらいもんだから。テンさん欲しい。テンさん欲しいじゃん。ピザハットから。チャオさん。欲しいね。行こう。ほら。低いよ、みたいな。なんと、行くしかなくない？この。ワイさんが見つけた。まあ、2秒で食うけどね、俺こんなの。楽勝で。これ撮影しても大丈夫ですか？あ、撮影？大丈夫です。おい、じゃあ行きましょう。え、辛さ、相当辛いですか？よーい、3人で、はい。これ面白い。これとかやばくないですか。ほぼ唐辛子です。あー、もう、まあ、ここ四川料理か、やらかしたな。これマジなやつじゃん。これチン麻婆豆腐の、はい、この辛さマックスの1人前から3人前のこの普通のサイズ、普通のサイズを Y さんと僕でバトルします。バトル。なるほど。こちゃんは、こちゃん俺さっきサンドイッチ食ったな。じゃあゴリちゃん、このほらホワイト麻婆豆腐でも食べてるべ。そうですね、俺ホワイト麻婆食べる。うん、これ気になるし、ちょっとこれシェアしましょうよ。わかりました。じゃあそんな感じでいきましょう。お願いします。はい。ホワイト麻婆一つと、あとこのチン麻婆の普通サイズを2個。2つ。あと辛さは大丈夫ですか。あ、これ2つともマックスだもんね。2つともマックス。マックスを結構辛い、大丈夫ですか。大丈夫です。4番は新鮮で本格的な味ですか。いや、もうダメです。ダメですよ、なんだよ。マックスが来たんです。マックスお願いします。ありがとうございます。以上で、はい、ありがとうございます。他の人が気になるな。激辛でベロ死んだから味わかんねえ。あ、でもエビマヨとか結構なんかあれじゃない。あ、エビマヨ美味しそうですね。ベロがこう、楽になりそうじゃないか。楽することしか考えてないですね。おっとっていう逃げを与えたつもりだったんだけどね。プライド高いんだよ。全然いいよ。のもうノーガード戦法でいくから、こっちは。俺4番で、4番で本場四川のっておっしゃったんですよ、店員さんは。そうですね。そうなの。本場の四川食べたことあるんですか。僕あの四川で生まれたんですよ。続けて。のあの東京都板橋区四川、四川町ってところで生まれたんですけど、はい、続けて。あの東京大仏がありましたね、はい、嘘です。はい、なんとてれん。ちなみにこれね、チン麻婆豆腐来たんですけれど、はい、うん、店員さんがされ際に一言、これもっと辛くできますって言われました。後掛けで、うん、まあ、どちらね、まあまあ、それはまあ、まあ一回、まあ多分幻なんで。そうそう。第2回目になるんですかね。第2回目ですね。お疲れ様です。はい。いただきます。はい。同じものですかね。そうですね。香りがすごいですね。うん。香り結構ここからも匂ってきますね。高まーちゃん、高まーちゃん、それこれも前回のルールと一緒で、辛いって言ったら負けですからね。別に辛くないですよ。甘い。嘘つけ。嘘つけ。めっちゃ咳込んどう今。一言言っていいですか。はい、ギブ。終了。カン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 。本場の辛さよりも一つ上のランクですからね。うん。ちなみに Y さんはどうですか。噛むたんびにいろんな香辛料が潰れて追っかけてくる。あ、第2波とか来る感じですか。ゴリちゃん食べる。大丈夫っす。醤油切っていい。なんないっすよ。全然いける。マジっすか。あれ、え、でもいけませんこれ。うん、これ後から入れる。え、マジで。あれ、これ味ないの。でも、
真ん中ら辺来ました。真ん中。うん、あと、いいと思いますよ。追加できます？ちょっと言いません。マジかよ。すいません。マジかよ。もうちょっと辛く、はい、辛いやつできます。辛いやつですか？かけるやつもありますか？あります。お願いします。全然いけるみたいです。正直、がっかり。がっかり。お願いします。なっちゃうじゃん、だから。ちょっと待って。今ね、追加で辛くしていただいてるところなんですけど、早速後悔してる2人でございます。勝っちゃったら気まずいっすよ、俺。すっげえ話しちゃう。ダメじゃん。今中止で、ちょっと辛いよ、辛い中止だよ。先ほどのあの店員さん、笑いながら言ってましたけど、大丈夫かお前らみたいな顔。でも本場が4って言ってましたからね。でも、マジで新元素に比べればまだ辛い。新元素は苦い。辛いを通り越しちゃって、あ、これ多分体に入れちゃいけないやつだなっていうのを、ここで、ついね。めっちゃ汗かいてますからね。わかるかな、カメラだとわかんないな。ワイさんの暑くて帽子脱いちゃったもん。あきちゃったじゃん。ありがとうございます。これ普段食べられるから結構いるんですか？あんまりないです。ありがとうございます。笑ってらっしゃるもんね。はい、来ました。おいからさ、色がちょっとだいぶね、黒くなってるんだよね。いや、全然色違いますよ。ただ山椒だろうな。山椒ですね。山椒ですね。まだ余裕がある。むせる。美味しくいただくやつで、お米乗っけます。お米、いや、分かるか、その顔マジだ。ワイさんのこの汗、なかなかないワイさんがマジな顔してる。ワイさんって基本的にね、人に怒ったりとかしないから。そうですよね。あんまりマジな顔しないんですけど、うん、初めてマジな顔これまさかここでマジな顔見れると思わなかったっす。あの、不夜城でユンチャンクエイの罵られまくった後の唐津翔武がさり際に見せる飯なんです。さっきのアマゾンプライムに入ったからそう、今日何の話やろうと思って何を言っとるやろと。あれ名作だよ。名作唐津翔武ですね。プライム登録されてらっしゃる方はぜひご視聴いただければと思います。ここにも食わないですか？いいっすよ。いいっすか？うん、すいません。はい、あの、半ライスください。半ライス、はい、と、あ、すいません。はい、あ、えぐい。マジやばい。これむちゃくちゃうまいと思う。おじさん、これもっと洗ったとこ。今のこの状況でちょっと気弱いなっていうのは山をね。そうですね。山を登ってますから。はい、あとちょっと。おー、でも早いっすよ。これ激辛シリーズ面白いっす。面白いっす、なんか何なんすかね、お腹いっぱいで入ってかないのと全然違うジャンルじゃないですか。これは多分生き物的に、いや、入れちゃまずいぞって言ってる系のやつだ。体がですよね。体が軽症な人です。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ハンライス、いいっすか、これ食っちゃって。全然いいっすよ、全然いいっすよ。どう、
これめっちゃ美味しいやつ、麻婆ライス。へえ。そうですね、今の絵面すごいですよ。天国と地獄ですかね、対比が。気づくかな、この顔に。すげえ、なんかすげえいかがわしい外国人の顔してる。汗がやべえんだよな。これ流行る、多分。この白麻婆流行ると思う。美味しいですよね。うまい。うまそう。これうまいっすよ、マジでうまいっす、本当にうまい。こんなのあとちょっとさっさと飲み込んじゃうって思うじゃん。で、思うじゃん。いや、俺実際食べたからわかりますよ、これで無理。本当に、そうなんだよね。無理なものは無理ですね。その人マックさんすごいな、食べきっちゃうんだもん。絶対米入れた方がいい、緩和剤になる。変わります。あれ変わってないぞ、米が辛い。いや、米が辛かった。スプーンについてた辛味成分が。足とかがしびれる、しびれあると同じ。あ、そっちのしびれ。あ、口だけ、口だけ。リップサービスね。辛いよ。純粋に辛い。辛そう。頑張れ。あともうちょっと。あともうちょっとに見えて、それが相当辛いやん。喉が。本当にやばいと思ったら俺食う。あるやと思ったら。まあ、プライドだけどね、そこは。男もね。そう言われると絶対自分からかけて。でもこれきついっすよ、香辛料とかもガチで残ってんもん。でも、一つ思ったのは、俺勢いで食えなかったら無理ですよ。ゆっくり、俺だから逆にワイシャンみたいなペースで食うと俺食えない。もうバーってこのペースは俺食えない。けど僕のペースに合わせるためそれ無理だよ。大食いもそうだけど、結果のペースだよ絶対。杏仁アイソフト食いに行こうよ、トナロン。あパロンピンだろ。おかしい、おかしいでしょ。あ、大丈夫だから、このチャンネルの。パロン、俺は杏仁ソフトは食いたい。杏仁ソフト食いに行きますよ。お、完食。いや、すごいっすよ、言うて。辛いの食えない俺からして。はい、というわけで激辛対決以上です。あるじゃん、お父さん。はい、早っ。ただね、もうやんない、もうやんない、もうやんない。はい、ということで激辛対決第2弾シリーズはこちらです。これ引きゃ、これ引きゃ食べれればいい。そうっすね。